柏には負けられないのオーユナイテッド一本。というわけで、まあ、どこかで聞いたことのあるね、まあ、非常にグレーなタイトルで始まり、全然似ていない、まあね、どっから拾ってきたのっていうね、テーマ曲が流れておりますが、まあ、ノータッチで進めていこうと思います。そしてね、まあ、有楽町から流れている FM93MHz とは一切関係がありません。そして思ってた動画と違うような動画が始まったと思ったそこのあなた、まあ、十数秒後には本題に入りますので、ぜひそのまま聞いていただけたらと思います。このコーナーでは前回の黒歴史動画第1弾に寄せられたコメントから、まあね、一つをピックアップして、まあそれに対してね、お礼のご返事をしていければなと思います。まあ、では今回はこちらのコメント、ペンネームカシアさんからですね。いや、俺は昇格したら泣くと思う。それぐらい長い、12年は長い。いつになるかわからないけど、俺が死ぬまでは昇格は諦めないよ、ということでね、まあコメントありがとうございます。まあ本当に12年っていうのは長いですね。まあしかもここ3年ぐらいはね、昇格の希望すら、まあ、ジェフユナイテッドなかったわけですからね。まあしかしね、過ぎてしまったことはもうしょうがないというのがね、もうサポーターのね、考え方だと思いますね。まあ過去からね、経験を学んでいって、まあ今のね、ジェフユナイテッドに合ったやり方でコツコツと、まあね、もう昇格、優勝というね、目標をね、現実的なものにしていきましょう。まあ、せいては、ことを子孫じるというね、言葉があるようにね、まあ、焦りに焦って手を尽くしてしまった結果がね、今の現状というところですから、まあね、心の中でメラメラと昇格への野望を燃やしつつ、今のユンジョンファン監督体制のジェフを信じて、応援し続けていきましょう。最後に、まあ、我らが尊敬してやまない、イビチャオシムさんのね、名言とともに、まあ、オープニングを締めさせていただけたらと思います。自分を信じることだ。自信のないものに戦う資格はない。ということで、ここから黒歴史本編いきたいと思います。いつもの挨拶も割愛させていただきます。いや、テイスト変わりすぎやねと思った方、ぜひ第1弾を見ていただけたらと思います。まあ、前回の動画をご覧になってない方は、まあね、ぜひそちらを先に見た方がちょっとね、内容もスッと入ってくるんじゃないかなと思うので、ぜひそちらもね、概要欄に URL 貼っておきますので、見ていただけたらありがたいです。そして何より前回ご視聴いただいた皆さんの反応がとても良かった。本当にありがとうございました。まあね、おかげさまで、まあ目標としていた再生回数5000回。まあ我々まだ小規模チャンネルですので、こちらの目標を設定していたんですが、まあありがたいことに1週間ほどで超えました。まあね、チャンネル登録者数もね、まあ順調に伸びていき、まあレギュラー動画、いつも考察動画等をやっているんですが、そちらの再生回数も増え始めているということで、本当にありがたい限りです。まあ引き続き頑張っていきますので、応援よろしくお願いいたします。ということで、今回黒歴史第2弾ということで、今回のテーマは、衝撃だけ残して帰っていったレンタル選手4選ということで、 J リーグには育成型期限付き移籍なるものが存在します。簡単に説明すると、 J1 でなかなか試合に出れないような選手たちが、もう元のチームに帰っていくことありきで J2 や J3 のチームにレンタル移籍すると。ですので、帰っていくことに関して我々サポーターはあまり何かね、恨み節があるとかそういうわけではないんですが、やはり選手が出ていってしまったりとか、ジェフで活躍した選手がその後どうなったかというところにサポーターはいろいろ思うところがあります。ご託はここまでにして、レッツ黒歴史。一人目はこちら、倉田修選手。こちら、倉田ってジェフの選手なのって思った方もとても多いと思います。本当にもう現在はガンバ大阪の顔になったような選手です。まあ本当に言いたいこと分かりますね。まあジェフにいたのはたった1年、2010年シーズンだけです。ただこの選手、
右側の経歴を見てもらえば分かる通り、ジェフで羽ばたいていった選手なんです。まあここまで活躍したら正直もう J1 戻るよと、まあね、言いたいことはとても分かります。ただ何が悔しいのか、この選手よーく見てください。2011年シーズンジェフの次は G じゃなくて C の大阪の候補に期限付き移籍をしています。まあジェフが昇格してれば、あれもう1年あわよくばもう2年ジェフにいたのかもしれない。やはり昇格するしない、 J1 にいるいないっていうのはとてもやっぱり選手にとってもレンタル先のチームにとっても大きいんだなと考えさせられる移籍ですね。それでは今回も倉田選手の移籍に関して、まあ、当時のことについてね、コアなジェフサポーターの方にお話を聞いております。1年間でやっぱりね、帰ってしまった選手なわけですよね。でその後さ、日本代表とか選ばれて、あの倉田すげーってなったのを今だに覚えてるんだけど、やっぱりこの頃はね、高校生とか中学生にね、完全移籍とかレンタル移籍の差とかっていうよりも、帰った選手がシンプルに日本代表になったっていうことに対して喜びを覚えたし、次の年セレッソ行ったことに対して、あれガンバの選手なのにセレッソ行ってんじゃんっていう風な感情が未だに残っています。2人目はこちら、長澤和樹選手。はい、こちらもジェフにレンタルで来ていた選手でした。まあ、元々はジェフに来る前はドイツのケルンでもかなり有望株として話題を集めていた選手だったんですが、まあ、日本に来るにあたって浦和に加入して、まあ、ジェフにレンタルで来てくれました。まあ、この選手も成績的に見ていただければ分かる通り、ジェフで出場機会を増やして羽ばたいていった選手です。いやまあこれだけ活躍したら倉田選手と一緒でレッツだから戻りますよと。1年後レッツ使わないのかよっていうことで、初出場は6月の天皇杯。まあなかなか復帰1年目はレギュラーとして活躍できた印象はありませんでした。2017年、ジェフはプレーオフ大型連勝で躍進のシーズンでした。彼がボランチトップ下でいてくれたら、そんなことを思わせてしまう遺跡でした。では今回もジェフサポーターの方に当時のことについて聞いていきましょう。まあケルンからね、日本で初めてプレーするチームをね、ジェフというクラブを選んでいただいたのですが、まあもともとねレッツに所有権があってという形でしたので、まあシーズン終わった時に戻るのか戻らないのか、もう一年いてくれるのか、それとも仮パクできるのかとか、ちょっと期待を寄せたのですが、それは叶わず帰ってしまったというわけですが、まあ背番号10も背負って1年間ねやっていただいた、もう本当に感動したプレーをね何度も見せてくれたし、何を隠す開幕戦かな、この年の長澤くんの点で追いついてね、かなり興奮したのを未だに覚えてますよ。3人目は山中亮介選手。この選手もジェフ千葉で出場機会を増やしていった選手です。まあ、柏では和子選手との競争に敗れたり怪我をしたりと、なかなかレギュラーに定着しきれなかった中で横浜 F マリノスに移籍、まあ、そして現在もね浦和で活躍を続けるそんな選手です。まあ、この選手、まあ、ジェフでサイドバックとして活躍してくれ、まあ、今では山中選手の代名詞であるミドルシュートやフリーキックでの得点といったところもジェフで輝きを見せました。この選手が五輪でレギュラーとして出れたのも、もしかしたらジェフでのアピールのおかげなのかもしれません。ジェフでもっと輝いてほしかった、なんならライバルチームからの移籍ということで、まあ、こちらもいろいろな思いがあったかと思います。まあ、こちらもねまたジェフサポーターの方にいろんな思い聞いていきましょう。まあレイソルからね何人も選手を取ったり借りたりしてね戦っているジェフ千葉ですが、この選手もしっかり、柏レイソルからレンタル加入で入ってきて、で左利きの選手ね、来たということでかなり期待していたのですが、まあレイソルは
まあ何年も貸してくれるわけはなく帰っていってしまったわけですが、まあその後もねレースであんま出なかったって考えるとね、まあもう少しジェフにいてくれればよかったなーとか思うけど、まあマリノス行ってからすごいね活躍して、まあ攻撃型サイドバックとして日本代表をする選手になっていってくれて僕はとても嬉しいです。4人目、最後を飾るのは茶島雄介選手。今までの選手とは違い2年間ジェフに在籍した選手になります。まあ、広島時代には若手の頃にクラブワールドカップなど、まあ、トップ下で注目を集め、まあ、満を持しての育成期限付き移籍ということでジェフに来た選手です。まあ、エスナイデル体制真っ只中のジェフで、まあ、年齢的にももしかしたら2020年度完全移籍するんじゃないかと少しね言われたりすることもありましたが、結局広島に戻っていきました。ただこの選手サイドバックとして帰っていたことです。まあ、エスナイデル監督に見出され、茶島選手もノリノリでサイドバックにコンバートして、まあ、現在広島はフォーバックということで結果的にとてもウィンウィンの関係になったと。なんならこれはジェフに残すためのサイドバックコンバートだったんじゃないかと変わった見方もできるかもしれません。ということでこちらも思い入れが深いかと思いますので、ジェフサポーターの方に茶島選手についても伺っていきましょう。まあこの選手に関してはね2年間レンタルで借りてて、ジェフではウィングバックとかサイドハーフをやらされて、まあある種違うポジションで能力を開花したという選手で、広島帰ってから今見てみるとサイドで出てたりと、なんかジェフで悪影響を及ぼされたのかとか思ってるのか、それともジェフにありがとうって思っているのか、どっちなのかなって、ちょっと広島のサポーター目線もちょっと気になるこの遺跡ですね。いかがだったでしょうか。今では大物になってしまった数々の助っ人たちがジェフの引き上げには失敗してしまったものの、自分たちは成果をもたらし引き上げていきました。そして今ご紹介した選手の方々はジェフに仮パクされなかったからこそここまでの大物になったと言っても過言ではないでしょう。いつかまたジェフのユニフォームを袖に通して恩返しをしてもらえる日を楽しみに我々は待っています。その前にまずは我々が J1 に行くということが最優先かもしれません。ということで次回は残念外国人選手の動画をやろうと思っています。もしまた見たいと思っていただけたらグッドボタンやチャンネル登録をよろしくお願いします。あとこの動画を見て哀愁漂うジェフを応援する気に1ミリでもなっていただけたのなら、ぜひ本編の動画の方も見ていただけたら嬉しいです。そちらではちゃんとポジティブシンキング全開でジェフサポーターをやっております。ではこの辺で最後までご視聴いただきありがとうございました。